エドウィントマス・メレディスエドウィントマス・メレディスはアメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、ウッドロー・ウィルソン政権で第6代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。1876年12月23日、メレディスはアイオワ州ポタワタミー郡のアボカにおいて誕生した。モートンはデモインのハイランドパークカレッジで教育を受けた。1894年、 メレディスは祖父の経営する大衆週刊誌ファーマーズトリビューンで事業部長に就任した。メレディスは1896年からは実際の経営も行うようになった。1902年、メレディスは新たにサクセスフルファーミング市を立ち上げ、メレディスコーポレーションを設立して独立した。メレディスの経営は成功し、1908年までに 契約者数10万人を突破した。1920年の植樹祭に、農務長官として出席したメレディス・メレディスは、農業出版協会に所属し、後に副会長と会長を務めた。メレディスは当初は人民党に所属していたが、1908年に同党が解散すると、メレディスは民主党に倶り替えした。メレディスは1914年に、 連邦上院議員を目指したが敗北した。また1916年にはアイオワ州知事を目指したが、これも失敗に終わった。1915年、メレディスは全米商工会議所会長に指名された。1917年、メレディスはウッドローウィルソン大統領から財務省長カリジュン諮問委員会の一員に任せられた。メレディスは1920年2月に、 ノーム長官に任せられ、ウィルソン大統領の人気満了となる1921年3月まで、勤めた。ノーム長官退任後、メレディスは、デアリー・ファーマー氏を買収し、またフルーツ、ガーデン、アンド・ホーム氏を立ち上げた。メレディスは1928年6月17日に、死去した。メレディスの遺体は、アイオワ州デモイのメイソニック墓地に埋葬された。妻子と共に父親は、 トマス・オリバー・メレディス。母親はミニー・ミナー・バーマーシュであった。メレディスは1896年1月8日にエドナ・エリオットと結婚した。ありがとうございます。